アントニオ・デカロはイタリアの政治家。南部の町であるバーリの市長。デカロはバーリ工科大学で土木建築と輸送に関する学位を取得した。プッテア水道橋の副区学長としての短い実務経験の後、2000年にアナスに雇用されました。2004年、バーリ市長のミケレ・エミリアーノにモビリティと交通の評議員として雇われ、環境保護で名声を得た。 デカロは、バーリのモビリティと交通政策の変化を特徴づける、イニシアチブとインフラの実装に貢献した。彼は、市内中心部の自動車の乗り入れ規制を行い、市民と通勤者のスペースとライフスタイルを認めることに、努めた。2010年には、民主党で、プッテア州の地方議会議員に選出され、2010年から2013年まで、地域議会で党のグループリーダーになり、 2013年、イタリア総選挙で副議長に選出された。2014年1月、Facebook ページでバーリ市長の職に立候補する意向を発表した。6月には、前任者のミケーレ・エミリアーノ、民主党、左翼、エコロジー、自由、価値ある、イタリア、民主中道等の支援を得て、市長に選出された。2016年10月12日、 イタリアの全国市長連盟の会長に選出された。2020年3月、感染拡大する新型コロナウイルスのため、外出禁止令が出されたのにもかかわらず、外でピンポンをしていた若者に、ピンポンは禁止だ。帰って、家で、プレイステーションで遊んでいろ。と発言した。ありがとうございます。